米海軍の教習用陸艦、エセックス艦内で案内を受ける君塚沖縄県の在日米軍基地を視察する君塚東日本大震災の時、米空母、ロナルド・レーガン艦内で支援の状況を確認する君塚君塚英治7月16日から2015年12月28日は、日本の陸上自衛艦、第33代陸上幕僚長、一等陸様での職種は、 野戦特化。自衛隊初の災い統合任務部隊指揮官。東北方面総監経験者初の陸上幕僚長。神奈川県相模原市出身。防衛大学校卒業後、陸上自衛隊に入隊。アメリカ陸軍上級砲兵学校、アメリカ陸軍指揮幕僚大学及びカンブレンジャー、家庭、空挺家庭を修了。東北方面総監在任時に発生した。 東日本大震災においては自衛隊の統合運用史上最大となる10万人規模からなる陸海空の統合任務部隊の指揮官を務め人命救助や被災地支援などの人頭指揮に当たった。その功績により東北方面総監からは初となる陸上幕僚長への昇格を果たした。陸幕長就任に際しては国家の緊急事態における 最後の取り出としての陸上自衛隊を新年に掲げ、在任中は水陸両用部隊の整備や機動力工場をはじめ、通信システムの海空自衛隊との連接、米海兵隊との共同訓練の推進や連絡幹部交換の開始など新たな取り組みに着手した。2013年1月には陸幕長として15年ぶりにインドネシアを訪問し、 米陸軍式幕僚大学留学時の同期生である、ユドヨの大統領を表敬。積極的に海外を訪問し、東日本大震災の教訓をもとに、人道支援、災害救援における各国の連携を呼びかけるなど、国際的な防衛協力、交流の推進にも尽力した2015年12月28日、肺がんのため死去、63歳没、没後に、 13位に上され、随法、重光明を追贈された。ありがとうございます。